4、3。うわーうわー出たーびっくりだよ。VTR スタート。こちらの方に後ほど少年隊3人がやってくるわけなんですけども、待ち受けてるのはご覧ください、わーいおじいさんたち。さて少年隊の運命は一体どうなるでしょうか。はい、前回バリバリのネタだからよ、気合入れて見ろよ。頭疲れてるね。夏思い出とかさ、男の子ってこうありたいとかさ、関東から全部やっぱりご両親は結構厳しかった。そんなことで何か言う、親父がね、半端じゃなかった。喧嘩するんだったら負けて帰ってくる。負けて帰ってくるとさ、あれじゃん。俺負けた時もあるから言わなかったもん。なんでも勉強テストどうのこうのとか、そんなの関係ない。何やってんのね、なんで帰ってこれんの。ねえ、族抜けたいんだけど隠れてたんだけど。知らないよ、なんで待って助けてくれません。なんで助けてくれません。誰だよ、見つけたんだ。ほら、開けてよ。なんですか。出てくるよ。なんで開けてよ。みんな一緒に出るからね。不安なんだと、だからびっくりしちゃって。芸能界の人って冷たい人ばっかりだと思うんだけど。
ダメ俺、本当もう全然ほら、いや大したもんですよ、やっぱり。おお、この鼓動聞こえるかな。半端じゃないですよ。すごいグループやんの。もうドキドキしちゃった。入ってきてよ。このね、2人はね、知ってた。ダメよな。ダメよな。これ昨日からもう嬉しくて寝れないの。さあ、ニクとかさ、東なんかとみんなさ、やってたのよ。そう。本当に。俺もできちゃう。じゃあ、かっちゃんと、それからね、はい2人、3人で、はい、じゃあ、かっちゃんの方から一言言って、2人もね、何かめるように、カメラに向かって、はい、どうぞ。さあ、マルヒドッキリ報告。まんまと騙されました。大成功！失礼しました。